タート展示ではスーッと動いて3コースを取りに行きました。5号艇のシンラー、本番レースもいち早くホーム側へと出てきました。果たしてコースどこからの進入となるのか、シンラーはスローへとすでに向け始めています。その内側、4号艇の平岡重則、さらには亀本、畑、高枠、1号艇の山室信弘。どうやらシンラーはスタート展示同様に3コースでしょうか、インコースに向けました。1号艇は山室信弘、人気の中心。そして人気で続く2号艇の畑英吾、2コース。5号艇の新良和則が動いてきまして、スロー3コースです。続いて3号艇亀本雄貴、亀本は展示ではスローに向けていました。すぐ奥に4号艇の平岡重則、2人が下げ始めました。本番レースは亀本4カド、5コースが平岡、6コース、こちらは定番通りに渋谷明則です。1、2、5、3、4、6、カドに亀本、インが山室。さて、スロース域の3艇ですが、いずれも間もなく100に差し掛かります。第11レースは2つ目の準優勝戦。スタートまで10秒を切っています。インコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番です。準優勝戦の11レーススタートしました。2コースと4コース、畑と亀本コースターと1号艇山室ピンチ、2コースからまくっていく2号艇山室、残せるかどうか。その内側へ3号艇5号艇と旋回しバックストレッチ入っていきました。まくりが決まった先頭は2号艇の畑、それでも踏ん張って1号艇の山室は2番手、3番手には3号艇の亀本後方3艇、4号艇5号艇6号艇。11レース準優勝戦スタート正常でした。2マークは2号艇の畑トップ旋回、2番手1号艇の山室です。3番手には3号艇の亀本と順にホームに折り返してきました。先頭は単独で2号艇の畑、2番手が山室、3番手が3号艇亀本、後ろもかなりバラバラの状況で平岡、新良、そして渋谷が続く状況です。2周1マークの旋回、先頭でバックへクリアするのは2号艇の畑英吾、2番手で続きます1号艇は山室信弘、その後ろ3番手となって3号艇の亀本雄貴。体型は2番、1番、3番、2、1、3の体型です。後方3艇ですが、4号艇の平岡、5号艇の新良、最後方が6号艇の渋谷明則。2周2マークからホームへ帰ってきました。先頭は2号艇の畑英吾、2番手1号艇の山室、続く3番手には3号艇の亀本雄貴で、上位3艇は2番、1番、3番、2、1、3の体型です。後方3艇は変わらず4番、5番、6番の順で最終周回へと入りました。11レースの準優勝戦、最後のバックスレッジへ入っていきました。2コースから先制まくりを決めました2号艇の畑英吾、そして2番艇1号艇の山室です。3番艇には3号艇の亀本、台形は2番、1番、3番、後方3艇、4番、5番、6番の順でラストコーナーの旋回です。今最後のスタンドバイと帰ります。2号艇の畑、2番艇は1号艇の山室、3番艇3号艇の亀本と順にホームへ折り返した11レース、まもなくゴールインです。先頭2番の畑ゴールイン、2着1番の山室、3着は3番亀本ゴールイン、続いて4番の平岡が4着、後方2艇が5番、6番ゴールイン。